僕は馬。はい、すごい。僕は馬と言っても華麗に草原を駆け回るサラブレッドなどではない。すごい。僕はただ重い荷物を運ぶだけの平凡な馬だ。かわいい。すごい。あの美しいお方は僕の憧れ、菅井お嬢様。はあ、僕もあんなかっこいい白馬に生まれていたら、あー、なるほどね、美しい菅井お嬢様を乗せて走れたのにな。かっこいい。白馬じゃん。かっこいい。すごい。ロマンチック。ごきげんよう、ポチ。いつも重い荷物を運んでくれてありがとう。あ、優しい。よしよし。かわいい。そうだ、そろそろご飯の時間ね。すぐに用意するからね。はあ、なんて優しい菅井お嬢様。今日は僕がご飯を用意してあげたい。かわいい。よし、向こうの美味しい草を取ってきてあげよう。ポチ、どうした？大丈夫？怪我ない？ポチ、もしかして私に何かしようとしてくれてたの？ポチはそばにいてくれるだけでいいの。気持ちだけで嬉しいよ。ありがとう。菅井お嬢様、僕はお嬢様のことが不品。今好きって言った？そんなうまい話あるわけないよね、馬だけに。僕は馬、馬馬じゃないじゃん。うどん色白馬が落とした。なんじゃそりゃ。